いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、こちら SGM ブラザーズさんにお邪魔しております。でこちらね、いろんなクランのその合同戦をする会場になっていて、もう私も1ヶ月に1回ぐらいのそのねイベントにこう定期的に呼んでもらえたりもしてるんですけども、まあ、今回はね、クラメンが参加して、私はちょっとその後のリプレイを見に来させてもらったんですが、まあね、なんと驚き、非常にねすごい戦いになってました。こちらです。142対116、相手のまあクランレベル見ればなかなかね、この相手が強いっていうのはまあ見てわかると思うんですけども、50人対戦で150マックスに対してこれですよ。さすがにね、まあ驚きました。で今回ね、タウンホール12が27個あった中で、前回が19個生まれてるんですよね。もちろん11以下は全部前回で、なんとね、驚きなことにその19個の前回のうち14個がこの編成なんです。ちょっとね見てください。今日はこの攻め方を、6連発でね、ちょっと皆さんにお届けしたいというふうに思います。ほんと強いですよ。正直私もここまでとは思いませんでした。まあ、どういう攻め方かというと、ペッカボーラーにヒーラーをくっつけてね、こいつらを村の中心部に送り込みながら、あと外周をコウモリでガッとこう削っていく、まあ、そんなようなね編成になってます。で基本的にコウモリの数は 5個ですね。魔法枠5個持っていくんですけども、まあ、それはね、ジャンプの呪文とか使って少し中にユニットを入れたいよとか、レイジがもう1個欲しいなんていう場合にはこう、自由にね、まあ、調整しながら使って、らっしゃいました、今回の皆さんはね。で、このね攻め方がすごいのは、インフェルタワー、これがねマルチであろうがシングルであろうが、どちらも徹底的にこれで叩き落ちちゃうんですよ。これがすごい。今シングルインフェルノがあったけども、簡単にウォールバスターがねフリーズかかってる間にこれ壊しちゃいましたよね。で、中心部には、ペッカにくっついたヒーラーを追い越すようにこうボーラーが流れ込んで、ジャンプの呪文を使って中央で暴れまくるという格好ですね。まあ、まだまだウィズ島とか残ってるんですけども、これをねコウモリとヒーリングじゃないわ、フリーズの呪文でねこう一気に突破していってしまいます。まあ見ててください。今コウモリが、6時7時方面からこう出ていきましたよね。でこいつらがどん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 こう先に先に進んでいって、ちょっと怖いなと思うのはここですよね。ここの水と2個ですよね。これをどう処理するかちょっと見ていてほしいんですけども、こんな格好でねフリーズをかけて、でもう1個フリーズを使うのかな。ここで2個フリーズ使わないとなかなかね、ウィズとこう突破できないんで、2個目のフリーズを使っていきます。まあ、ただ結果的にはここで、全部、コウモリが焼かれちゃったんですけども、まあ、ペッカボーラーにねこうヒーラーがくっついて、さらにヒーローも後ろから追従してるっていう状況が出来上がってますんで、まあ、そう簡単にはねこれ崩れませんよね。そのまんまヒーラーが生き残りつつ、ユニット全体をこう援護して、あとはこのまま1分間ね時間が残ってますんで、そのままお掃除タイムということで、まあ多少ね防衛施設が残ってますが、まあまあこのユニットの残り方の方が圧倒的なんで、まあ楽にここは前回まで持っていたというところですね。まあちょっと時間が危うかったかもしれないですけど、まあそれでもジンベエさんお見事ですね。相手の1番をこういう風に壊せるとだいぶねチーム全体がこう乗ってくるので、ナイスアタックだったというふうに思います。でちょっとこれからねもう5個この攻め方を立て続けにねこう見ていってもらいたいなと思うんですけども、まあやっぱり いろんな配置にねこうこの戦術が刺さるっていうことをまず見てもらいたいのと、共通するポイントっていうのを今日はねぜひお話ししたいんですよ。で今回も同じですね。ペッカに対して、ヒーラー5個入れて、あとボーラー10体ですね。で、後ろからヒーローたちを追従させていくような格好、まあ、今回の場合は、先に食火を展開するのかなんですね。今十字方面から食火を展開していって、で、その食火にねペッカボーラー部隊を合流させる、まあ、そんなような使い方をしますね。こうすることによってサイドカットをね、するユニットのコストを減らせるので、これは非常にいい、ヒーラーとクイーンの使い方ですよね。クイヒーをすごい短いパートの、サイドカットに使ったと、まあ、そんな形ですね。で、ウォールバスターでガン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 こう中に入っていって、ちょっとギガテスラまで届くかどうか、ウォールバスターがね
ちょっとこれ壊れちゃったのかもしれませんが、でも、まあ、ギガテスラまではねボーラーだったりアーシャークイーンがいるんで、まあ、きっちりこれは破壊して中央部をこう殲滅していきます。でさてそろそろコウモリの出番ですね。コウモリをどこから出していくのかなというところに注目してください。12時方面からですね来ました。こんな形、あのウィズ島のターゲットね、ここに今1個ウィズ島がありますけど、これきっちりペッカで取れそうな感じでしたよね。なんでここから出したのかなというふうに思います。であとはそれをきっちりと、フリーズで固めながら処理して、でそのままコウモリを一気に回していくと、まあ、先ほどのジンベエさんのアタック少しコウモリがやられちゃったんで時間が厳しかったんですけども、こんな風にコウモリがねあの活躍してくれさえすれば時間もほとんど気にしなくていいレベルで全開ができますよね。で今回にしてもやっぱりそう、あの中にいるねユニットここ見てほしいんですけど、結構なねユニットがコスト残しているの分かりますかね。こんだけ残ってんすよ。ペッカもゾロゾロいるじゃないですか。これやっぱりペカヒーの格好が出来上がってるからっていうのが大きいですね。このペカヒーをしっかりと縦にすることでこんな風にねわっさりと全開が取れてしまうというところです。いやーお見事ですねちょっとすいません、先日のね風邪が治ってなくて、本当はねこう直してから撮りたかったんですけど、そうこうしてるとあのリプレイ消えちゃうんでね、ちょっと今日は強行しながらなんで、少し午後行ったらまたあのごめんなさい、許してもらえたらなというふうに思いますが、次行ってみましょう。どんどん行きますよ。今日6個ね動画がありますんで結構長くなります。お付き合いください。今回の相手っていうのはもちろん施設はカンストですが、インフェノタワーがシングルですね。シングルなんですけども、ここやっぱりねシングルインフェノタワーにフリーズをかけて、フリーズで凍っている間にウォールバスターで中にこう入っていきますね。で入っていって、で、レイジをかけて、で一気にこのシングル IT をこう潰していくという格好ですね。これもすごい、やっぱりなんていうのかな、ペッカヒーラーの形を上手にこう作っているっていうのが、まあ、この攻めを成功させる一個秘訣かもしれませんね。まあ、そうなってくることによって後ろのボーラーも生きるというかね。もちろんシングル IT を相手にする場合はペッカ割とね、すぐ溶かされちゃうんですけども、まあ、フリーズをしっかり、まあ、添えてねウォールバスターを特に長生きさせるっていうことと、あと、まあ、中央までねボーラーとペッカが進んでしまえば、まあ、外周はこうぐるっとコウモリで回すことを考えると、まあ、シングル IT はそこまで怖くないのでね、中心部にいかにペッカボーラーこれをヒーラーと一緒にこう進軍させていくか、これが非常に重要になってきますね。この攻め方やっていく場合には。で、今回も見ていただきたいのはここユニットのね残り方なんですよね。また偉いユニットの数が残ってる。んでどうなんでしょうね、これ止め表があるんですかね。さっきも言ったように前回ねタウンホール12のうち前回まで、14個がこれだから、要するに27個あったタウンホール12の半分をこの攻め方で全開しちゃってるんですよ。あの SGM ブラザーズの皆さんね、これはちょっとね、まあさすがに私もあんまり断言はするの好きじゃないんですけど、現環境で何でしょうね、もう全開を一番取りやすい編成って言ってしまってもまあいいんじゃないかなって個人的には思いますね。少し勇気持って言わせてもらうならば、それぐらいね本当にこの攻め方っていうのがこの一連の対戦でもうピカピカとねこう輝いていたなっていうふうに思います。さて、折り返し地点ですね。さあもうちょっと行ってみましょうか。次6番ですね。これも同じなんですよ。ゾットさんが攻めてくれた動画になりますね。まあ、比較的テンプレに近い陣なのかなこれ。ただ今回フリーズなしで行ってるっていうところにねちょっと注目してみてもらえたらと思います。これもうまいですよね。非常に、今12時からベビドラ出しましたけども、こいつをねしっかり、12時側サイドカットきっちりさせるために、今バルーンを使ってね、ここの施設壊していきましたね。これですね。なんでちゃんとベビドラが長生きしてくれて、サイドカットが成立するとクイーンもそれずにいくというところですね。これお見事です。まあ、意図としてはこの後クイーンとペッカボーラ部隊を当然ながらねこう合流させて、で、ペカヒーないしは、ボーヒーかな、ボーラープラスヒーラーの形、これをねしっかり作っていって全艦につなげていくというプランですよね。で、それが綺麗に決まっています。ここもお見事ですね。でレイジをやっぱりね入れていくっていうのが重要です。当然中心部火力が高いので、
レイジでね、あのヒーラーの回復量を上げていくっていうのが、まあ、一つ有効だということと、あともう一つは、ボーラーたちがね中心部で暴れるのにやっぱりレイジって重要なんですよね。マルチ IT とかになってきた場合は、まあ、当然ペッカがそこ頑張ってくれるんですけども、特にシングル IT の場合なんかはね、ボーラーに頑張ってなるべく早くこれ破壊してもらわなきゃいけませんので、レイジを使ってねボーラーを加速させると、まあ、いうのは非常に有効ですね。で、今回に関しては、ほぼ、ウィストだったりのターゲットをねアイスゴーレムやペッカで取ること前提に考えてるんで、フリーズは1個も使ってませんでしたが、まあ、見てもらってもここまでですね、これまた圧倒的にユニットが残って全開が見えてますね。これもすごい。まあ、最後のバルーンは、まあ、どっかの区画がね、まあ、多分意識してるのはおそらくここかここの区画が残っちゃうだろうと思ったんで、どっちかにこうね当てるようにバルーンをこうね、持ってきていたんでしょうね。まあ、それも最後きっちり使い切って、全開というところですね。いやーすごい。まあこれはぜひね皆さん覚えてもらった方がいいんじゃないかな。私もたまに使うんですよ。あのこの前も、動画に上げた通りね、あとまあタウンホール11なんかでもこれ全然できるので、あの11の方なんかもねぜひぜひこう、参考にしながら。10もできるかな。ちょっと10はあんまり試したのを見たことがないですけども、まあ、10でねもしこれ成功したらあのできるよって教えてもらえたら嬉しいんですけどね。で今回もこれまたテンプレ配置ですね。これはでこのテンプレに関してもきっちりとこの戦術で壊すことができますね。さあ見ていきましょう。まずは12時方面から、これはクイヒー展開していくパターンですかね。うん、で、どうやって中心部にユニットたちを流し込んでいくか、まあ、ここのところが非常にね、これ重要になるんで、中心部へのユニットの流し方っていうところをねぜひぜひ見てほしいと思うんですが、ライドラでこれ3時方面のカットですね。まあ、そうすると2時方面、そうですね、この辺りから、バスターを入れて、で中央にユニットをガーッと進めていくっていう感じですね。ここから全部ボーラーとかねペッカーを入れていって、季節がいっぱい溜まっているこの辺で一気にボーラーたちを暴れさせちゃうというようなプランになってますね。うん、やっぱこの壁をねちゃんと使ってユニットを進軍させるっていうのは一つ有効ですね。あのペッカーもボーラーもねあのヒーラーにこうくっついてやっぱ行くべきなんですけども、ばらけちゃうとこれ苦しくなるんでね、あの中心部まで束で送るには壁を有効利用する、これ非常に重要ですね。で、そのまんま、ギガテスラに対しては、ね、ウォールバスターがそのまま突っ込んでいって、これアイゴレがバシバシ殴ってますけど、まあ、これはちょっとこの後多分何かのユニットがここに回り込んできてギガテスラを潰すんでしょうね。でコウモリは今、1時方面から展開していますね。でこのままぐるっと、半時計回りにコウモリを回していこうというプランですね。フリーズがあと3個残ってるんで、この3個のフリーズでもってしっかりね、ユニットを生き残らせながら、前回まで持っていくことができそうですね。アイスゴーレムも入っていたので援軍でね、まあ、こいつもしっかりこういうなんていうのかな、防衛施設の、無力化に、力を発揮してくれてますね。コウモリが最後までこれは生き残っての全開というところですね。お見事です。まあ、どんな配置でもこれ壊せんじゃないですかね。ここまで強いと、まあ、トーム余りプラス、まあ、フリーズ1個余り、これは十分でしょうね。トーム使わなかったんですねっていうか、この攻め方で相手カンストですからね。ここまでカンストしてる間にトームとフリーズ残せるかと、まあ、そもそもこんだけ全開量産するのもすごいんですけど、いやお見事ですね。これまたお見事。いやもうお見事すぎてお見事すぎてね。で次見ていきたいのは、7番を見たのでどうしようかな。11番、これですね、ドクター J さんが打ってくれた、これ見ていきましょうかね。はい、こんな配置、まあ、これもテンプレに近いですかね。割とまあよく見かけるっちゃ見かけるかもしれませんね。まあ、これはテンプレ攻略っぽい形で、覚えてもらっちゃってもいいかもしれないですね。ボーラーでカットできるところはしっかりこうやっていこうと、まあ、いう寸法ですね。で、バルーンをちょっと出してね、サイドカット用にここの対空砲、これですね、あ、間違えた、ごめんなさい、対空砲をここ破壊していくということですね。ここ破壊していって、で、主力を多分ねこの辺からかな入れていくので、どういう風にねこの主力の投入に向かわせるのか、
そこもぜひねこう注目して見てもらえたらなというふうに思います。ここはクヒーですね。クヒーでしっかり相手の圧着位と防衛群、あとはインフェルノタワーがマルチになってるんでね、まあ、この辺っていうのをしっかりこう処理していくというところですね。まあ、この攻め方、コウモリを使うときね、フリーズさえちゃんと持っていけば相手がマルチでもそこそこ通用するっていうのがまあいいところですね。でこのままぐるっとクイーンは、まあ、11時方面に向かってこう歩かしていくのかなっていう感じですね。で歩かしていきながらサイドカットをやっていくと。で12時からはペッカーたちをですね一気に出していって、で、あとはクイーンとペッカーたちを合流させていくという格好。クイーンがこれギリギリやられちゃうのかな、あクローク使ったのか今、けど間に合わずにやられちゃいましたね。まあ、クイーンの仕事は実質援軍処理とサイドカットぐらいになっちゃいましたが、ただその代わりヒーラーがねきっちり生き残ってるんで、このマルチ IT に対してもボーラーを削られずにね奥までこう進めていきますね。でこの攻め方面白いのがね、これ中央にボーラーたちを向かわせてるんですけども、中央っていうのがこれドクター J さんが意識してる中央がねここなんですよ。ここにボーラーたちを向かわせるためにこういう風に流してってるんですよね。でじゃあギガテスラどうすんのっていうと、今出てきたウォールブレイカー、こいつでね、あ、ウォールブレイカーじゃない、ウォールバッサーか、こいつに援軍突っ込んでこれで潰してるんですよね。このやり方もまた面白い。まあちょっと番外編というかね、小ネタ的な感じで、まあ、ここは見てもらえればと思うんですけども、さああとはコウモリをぐるっと回していきますね。今コウモリが12時の、ね、ギガテスラでちょっと焼かれそうになりましたが、そのまま生き残って、あとはこのスピードを生かして一気にねぐるっと、下半分を削っていって、このまま全開というところですね。まあ、コウモリが生き残っていると掃除も早い、非常にねスピーディーに掃除が終わるんで、このまま、全部、お掃除して全開まで持っていくという格好ですね。お見事です。はい、というところでね、まあ、今回ものすごいタウンホール12のね 50% 以上を、まあ、この戦術で破壊したという動画をね、見てもらいました。どうですかね皆さん、これ使いたくなりません？このペッカボーラーにヒーラーくっつけて、でコウモリで外回すってやつ、相手がねマルチだろうがシングルだろうがガンガンいけちゃうんでね、この攻め方はぜひぜひ1個ねレパートリーに加えておいた方がいいと思うし、これからどうこれをね守っていくかっていうのも結構防衛面でも重要になってくるかもしれませんね。アップデートによってね、ヒーラーの回復マス範囲かなが2マスから 1.5 マスに確か減ったと思うんですけども、まあ、多分それを差し引いても強い、そういうねもう編成ですね。これ使えばなんかもう全開取れちゃうんじゃないかみたいなね。で今ね6個、この戦術の成功例見てきましたけども、ちょっとここはね番外編です。戦術自体は同じなんですけども、コウモリがねこれ不発になっちゃったっていうのも1個見てもらいたいと思います。だけど全開なんですよ。これ要するにコウモリにね5枠分呪文割いてますけど、そもそもクイヒー、ペッカポーラーっていう戦術そのものがまず強いんですよ。まず強いの強いので、多少コウモリミスっちゃっても全開までいけてしまうっていうのを、まあちょっと番外編としてねお話ししたくて、まあ、この動画を、撮っております。まあ、グレリンさん、ここまでとね入り方とか見ているとすごくやっぱり上級者の方だなっていうのは分かりますね。今のライドラのカットなんかもここすげえうまいですよね。ここのカット綺麗にこの辺全部6時側ね削ってくれてましたから、ライドラがで、そこから一気にペッカとボーラを出していって、で、ウォールバスターで中央のギガデスラを壊しながら、ペッカとボーラー部隊っていうのを、3時方面にこう外周回るようにぶつけていってますね。で中からペッカがこれ出てきていますね、ウォールバスターからこのペッカでギガテスラを破壊で、あとは、12時方面を殲滅するだけっていう感じにまあなってきてるんですけども、コウモリ出しましたね。出していったんですが、このコウモリね途中で焼かれちゃうんですよ。けどさっき言ったようにやっぱりまだねペッカヒーラーとボーラーペカボーんなんなんていうのペカヒーと防火あとクイヒもうこの辺が交互にこう、ね、機能してるんで、コウモリがこう全部ね焼かれようと全然押し切れますよね。あとこんだけですけど、
ガン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 で、まあ、ライドラもこれね今真下のところに見えてますけど機能してるっていうのも、まあ、大きいっちゃ大きかったのかな。ただそれにしてもこのまま最後に行っちゃうっていうんだから、まあ、そもそものこ あのペッカボーラー、ペッカヒーラー、こいつらがねあの非常に、まあ、強いっていうのがこれ見てもらうと分かると思います。さてまあここまでね、まあ、強い強いってまあ連呼してきたんですけども、まあ、問題はこれどう守るかですよね。あのちょっとね守れた配置っていうのを何個か見てみたんですけども、やっぱりね高破壊率は取られてるんですよ。8割強か9割ぐらいは破壊されちゃってる。ただ守れてる配置っていうのは割とね防衛施設のなんかなんていうのかな、密集していない、これ割と広がってるような配置でしたね。そういうのは守れてるケースっていうのがまあ比較的多かったので、まあ、この戦術だけに限って言うならばあまり施設を密集させすぎて、あのペッカボーラー、ペッカとボーラーとあとヒーラー、このトリオに殲滅させられるポイントっていうのをなるべく作らないっていうのが大事なのかもしれませんね。まあちょっと防衛に関してはこれから研究していこうと思うんですけども、まあ、まずはねこのとんでもない強力な攻めをお届けしたいということで動画撮らさせてもらいました。ぜひぜひねあの皆さんアップグレードでまた熱くなったクラクラ楽しんでもらえたらというふうに思いますので、まあ、そのねご参考になれば幸いでございます。はい、というところでね、本日は失礼したというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。関西クラクラクラブにはね、ぜひ遊びに来ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日は失礼します。バイバイ。